はい、皆さん、こんにちは。今回の動画、以前の動画よりも前に撮影しているので、すいません。ちょっとね、一番腫れがえぐい時期になっています。こんな感じで、内出血がえぐいです。まあでも、しばらくしたら全部落ち着くかと思います。と願いたい。実は猫ちゃんもね、こんな感じで手術したんですよ。避妊手術。なので、家族一家、みんなで手術しました。今日はですね、マンガアップというアプリの案件が来ました。そこで今回は、今アプリで配信中の日暮らしの泣くコルニーのような、日本や世界の集落で起きた、ちょっと怖くてミステリアスな話を紹介していきたいと思います。日本のヤバい習慣という動画がかなり伸びたので、まあみんなこういった日本の集落系の動画が好きなんでしょうね。みんな禁足地って知ってますか？日本には禁足地といって踏み入れてはいけない禁断の地が存在するんです。有名なところだと、ヤブタの八尾知らずとかになるんですかね。そこで今回紹介するのは、長崎県対馬にある恐ろしいところ。名前からしてすごくないですか、ここ。恐ろしいところっすよ。そのまんま、恐ろしいところという意味から来ているらしいです。では具体的に、恐ろしいところはどういうところなのか。ここは、天道信仰の聖地なんです。673年、対馬に超能力者が誕生しました。うつろ船に乗ってやってきた女性が太陽に感性と言って、女性が自然物に触れて妊娠する現象が起きて、そこでお天道様の子供の天道法師が誕生しました。天道法師は超能力を使って様々な人の苦しみを救ったそうです。その天道法師のお墓が八丁閣にあり、母親のお墓は裏八丁閣に、そのためこの地は神聖な土地とされて宗教的背景からなんと1300年ほど前から立ち入り禁止されているんです。立ち入った者には不幸が訪れるとされ、死だとか身内の不幸だとか、とりあえず相当やばい場所として知られていました。ただ30年前からは条件がありながらも入れるようになりました。入ることはできるけど、具体的にどういったルールがあるのか。まず塩を撒いて清めること。大声を出しちゃダメ。まあ、ここら辺はわかりますよね。落とし物は拾わない。まあまあわかる。転んではいけない。などと、結構シビアな条件があるんですね。そこそこ、まあ見ての通り、険しい山道の中、転んではいけないってめっちゃビビりますよね。転んだら何が起きるんだよと思うかもしれないですけど、まあおそらく罰が当たるんでしょうね。また天道法師のお墓である八丁閣付近では、靴を脱ぐ必要があるらしくて、お参りをした後、お尻を向けちゃいけないらしいんですね。なので、そのまま後ずさりする必要があるそうです。このような厳しいルールが未だに存在しているってことは、相当神聖な土地なんでしょうね。実際に行かれた方の感想としては、まあ、この写真も見てもわかる通り、1300年もの間、人が踏み入れることを禁止していた場所なので、かなり神秘的な雰囲気を醸し出してるそうです。これぞ原生林って感じですよね。まあ、どんな力が眠っているのかわからないですけど、気になった方、行ってみてはどうでしょうか。ただ最近では、韓国との領土争いで問題になっているそうです。伝統的な土地なのにもかかわらず、こういった問題が出てきちゃうんでしょうね。続いては海外からになります。まあ、いろんな習慣が民族に根付いてて、未だに続いてたりすることもありますけど、なんと、インドネシア、西パプアに住むコロバイ族は、地球最後の食人族だと言われております。果たして本当に、未だにカニバリズムは続いているのか。彼らは世界で2番目に大きい島、パプアニューギニアの南部に住んでいます。実は1970年代まで、外の世界と接していたことがなかったんですね。そこで初めて現代文明と触れた感じです。北センチネル民族みたいな感じですね。約3000から4000人という人口のコロワイ族は、石器時代のような生活をしているんですけど、面白いのが、彼ら木の上で生活しているんですね。なんでだと思いますか？まあ、ジャングルには、いろんなやべえ生き物が住んでいるので、それらから身を守るためと、部族での争いから生き残るためだそうです。部族での争い、どういうことなんでしょうね。果たして未だに人を食べているのかというところですけど、コロワイ族はめちゃくちゃオカルトチックな部族で、もし誰かが不可解な死を遂げられたら、それを魔女の仕業だと決めつけるんですね。そしてその魔女を特定したら、殺して食べちゃうそうなんです。なぜ食べる？コロワイ族はほとんど現代の知識が根付いていないので、病死とかで死んでも、それが不可解な死となって魔女の仕業だとし、魔女狩りのようなことが行われるらしいです。どうやら悪霊みたいなのに取り憑かれた人のことをカクアと呼んで、殺して歯と髪の毛と爪以外をむしゃむしゃしちゃうそうです。これは実際に行われていた儀式です。ただこれが今でも行われているとか行われていないとか、いろんな意見があって、実際はちょっとわかんないんですよね。ただ数年前のドキュメンタリーを見る限りは、雰囲気的に行われ
ていてもおかしくはなさそうです。まあ分からんけど、一応そういった伝統的な儀式があったそうです。そして今日はですね、日暮らしの泣くコロニーという有名なホラー作品のモデルとなったと思われる事件を紹介していきたいと思います。まあほんとざっくり日暮らしの泣くコロニーを知らない人のために紹介すると、人口2000人に満たない村落ひなみざわ村に主人公前原健一が引っ越してきます。ちなみに場所は岐阜県にある白川湖が一応モデルになっているらしいです。健一は小さな学校に通い、友達もでき楽しい日常を過ごしていたんですけど、毎年6月に行われる綿流しという祭りで毎年1人死んで消えるという事件が起きていて、その祭りを軸に怪死事件や失踪事件を描いたミステリーになっています。めっちゃはしょったあらすじだけど、まあ村落を舞台に繰り広げられるミステリーになっています。公式ではないので違うのかもしれないですけど、この話のモデルになった事件があるんじゃないかとみんな推測するようになって、その一つが津山事件、八つ赤村や杉沢村のモデルになった事件でもあります。どんな事件だったのか。1938年岡山県のある村でたった2時間の間に約30人が殺害されるという事件が起きました。しかもそれは一人の犯行によって。トイムツオ22歳、なぜこんな悲惨な事件が起きてしまったのか。トイムツオは両親を2人亡くし、祖母と暮らしていたそうなんですけど、優秀だったのにもかかわらず祖母のせいで進学することができなかったんですね。ど田舎であまりすることもなく畑仕事も嫌になっていたムツオはいろんな女性と関係を持つようになりました。異常な性欲に走っちゃったらしくて、いろんな女性と以前ヤバい習慣でも紹介した夜中家に忍び込んで襲う夜ばいなんかもしていたそうです。人妻なんかにも手出しちゃってもうやりたい放題。ただ彼は幼少期から体が弱く肺結核になってしまったため、村の人から冷たく接せられて村八分のような扱いをされていたんですね。その復讐に彼は日本刀、猟銃と斧を揃えて111人しかいない村の30人を殺害し、最後に自害しました。不思議なのは、トイムツオは貧弱な体だったって言ったじゃないですか。ただ事件の時は超人的な運動能力があったという話があって、復讐の念が強くさせたんですかね。111人しかいない小さな村で30人殺害って相当やばいっすよね。しかも2時間で。まあそりゃ映画とかね、ドラマになりますわな。実はもう一つモデルにしたんじゃないかという事件があって、それが広島一家失踪事件。こちらもなかなか奇妙な事件なんです。2001年6月4日、広島県で失踪事件が起きました。Y 家の4人と愛犬がある日突然、自家用車と共に消えたんです。家の中では争った痕跡などもなく、何かしらの事件に巻き込まれた様子もない。家の玄関は鍵がかかったままで、4人分のサンダルとパジャマだけがなくなっていました。不可解な失踪事件として捜査されていたんですけど、なんと失踪から1年が過ぎた頃、京丸ダムで水没している車が発見され、中からはバイケと愛犬が遺体として出てきました。この発見から一家の心中という結論に達したんですけど、それでも不可解なことがたくさん残っているんです。まず動機がわからないと。バイケの家族構成は父、母、娘、祖母の4人です。失踪が発覚したのは翌日、社員旅行で中国に行くはずだった母 J さんが集合場所に現れなかったことで、同僚が家を訪れて警察に通報したことによるものでした。家には翌日旅行に行く用意がきちんとされていて、旅行代の15万円も用意されていました。家の電気もついており、布団は綺麗に敷かれていて、翌日の朝食も用意されていたと。娘の C さんは実家から30キロ離れた小学校の教師をしていて、事件の前日は PTA の球技大会に出席していることが確認されています。その後、実家に忘れ物をしたから取りに行くという会話を母 J としているのを同僚が目撃しています。それが約夜の9時頃でした。そして失踪前日の夜10時半頃、 Y 家のご近所が Y 家の家から車のドアが閉まる音が聞こえたらしいので、その時に一家は出発したんじゃないかと推測されています。ただまあ先ほど言ったように、家の中は翌日の準備なんかもされていたので、まさかこれから心中しに行くっていう感じではなかったし、家族にもそうさせる動機というのが全く見当たらないんですね。貯金は2000万としっかりあったし、家族も仲良かったし、娘にも恋人がいたし、まあ表面を見ただけじゃ分からない深刻な問題があったのかもしれないけど、一応警察は納得のいく動機があったと説明しているらしいです。ただその動機というのが公表されませんでした。ここまで世間を騒がした不思議な事件なのにもかかわらず怪しいですよね。
まあ、あとはオカルト的な見方だと、ワイケの近くには狼昇山があって、昔からここは神隠しが噂されているところなので、もしかしたらみたいな、まあさすがにないと思うけど、噂されているのが妻が浮気していたから旦那が行った犯行だというのがあるんですけど、まあ、真相は明かされていません。一応こういった奇妙な事件にインスパイアされて、日暮らしのナッコルニが出来上がったんじゃないかと視聴者の間で噂されているらしいです。今回この日暮らしのナッコルニを読みたい方は、漫画アップという基本無料アプリで全シリーズ読むことができるそうなんです。こんな感じで、まあみんなももう詳しいと思うけど、普通に漫画みたいに読むことができるんですね。怪奇事件とかが絡むホラーミステリーが好きな方はダウンロードして読んでみてください。目明かし編とかは結構過激な内容になっているので、ホラー慣れていない方は注意で。以上が禁足地や世界中の怪奇事件でした。まあね、こういった未解決事件はたくさんあるので、もっとやってほしかったら言ってください。深掘り動画でも掘っていくので。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。